ああ、待って、落ちた。めっちゃ緊張。え、緊張する？緊張する。ほんと？あれ、飲み物とか持ってきてる？あ、お水なら。お水なら。はい、というわけで、じゃあね、名前と歳だけ軽く言ってもらって、お願いしますって言って始めたいので。あ、ミーシャと申します。年齢は19歳で今年20歳になります。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。イェーイ。いや。今回、風化雪月っていう字を書くということでね。と。そう、ファイアーエンブレムの風化雪月っていうゲームが、ミーシャさんの推しだということで、まあ、今日はゲームの話するんだけど、実況者のランタンもこのゲームをやってて、ちゃんと見てきたら、なんか改めてこれめちゃくちゃいいゲームじゃねえかと思って。でしょ？ああ、すげえわと思って、ね。いや、ちょっと今日はもう喋りたいっていうかね、喋ってほしいわって思ってきた。いや、頑張ります。喋りますよ。2019年発売のゲームだよね。うんうん、そう。でも、2年くらい経つわけですけど、それでもまだまだ。まだまだ。やばいね、めっちゃハマっとるよね、だから。もともと、ファイアーエンブレムシリーズ自体はやったことがあったの？実はね、ないの。初めてなの？初めて。あら、そうか、そりゃ、激アツだね。そう、そういうシリーズがあるのは知ってたんだけど、うんうんうん。戦記物の RPG か、私多分やんないだろうなって記してたんだけど。あー、なるほど。見事にハマったね。見事にハマった。何が一番おもろいの？ゲームやってて。でもやっぱストーリーかなー。あー、そうなんだよね。ストーリーが本当に面白くて。うん。しかもなんか、その物語の最初に、まず主人公が、はいはい。その、三学校の先生で、はい。で、三つのクラスがあって、うん、その中から自分の受け持つクラスを一つ選ぶのね。はいはいはい。で、そのクラスによってストーリーが全然違うから、うんうんうん。だから周回していくごとに見えてくることもあるし、なるほどね。あとなんか物語を通じて、うん、その世界観を本当にそのままダイレクトに見れるから、おうおうおう、それが面白かったり。でもやっぱりキャラクター一人一人が本当にみんないい子で、うん、なんか絶対なんか嫌いなキャラがいないっていう、一人一人いいところもあるし、うん、でもこういう短所もあるしっていう、うん、本当に人間臭さがすごい伝わってくる。わかるわかる。そう、それがすごいなんか愛着湧くし、はいはいはい、だから敵対した時すごい苦しかったりとか。いや、それな。いや、絶対そうだと思う。だってさ、ていうか、ちょっと待って、ミーシャはもうすでに何周ぐらいやってるの、このゲームは。あ、もう全部のルートクリアしてる。あと、ダウンロードコンテンツももうクリアしてるので、もう全部。もうガチやん。え、だから、そうガチ。全部で、4周ってこと？そうだ、4周したかな。すげえな。あー、そりゃだから、そのさ、この学級に分かれて後半がね、戦争編になるんだけれども、このルートでは仲良かったのに、ここではちょっと敵対するみたいなんで殺したりして、本当にそのキャラクターいなくなっちゃうからっていうのがきついんだよね。うん、きつい。本当にきついし、でもやっぱ敵として出てきた生徒も、うんうん、倒さなきゃいけないっていうのが本当にうわーってなっちゃって。あー、しんどいよな。でも、戦い目の前に行った時とかもう、やだやだやだって。本当にきかった。いや、それなるわ。一番最初はどのクラスを選んだの？その実況でルーベンクラスを見てたから、はい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 、別のクラスにしようと思って、ヒルシュクラスで選びました。近時間からスタートしたんだ。そう。でも、あれだな、もう2週目以降はもう、うん、キャラクター全員スカウト頑張ってして。キャラクターのスカウト制度は何？人数制限ない？酋長と、その従者はスカウトできなくて。おうおう、それ以外はできるんだ。それ以外はもうできる。すごいね。じゃあもう、その学級モリモリじゃん。そう、モリモリやっちゃって、もうどうしても本当に敵対するのが辛かったから、特にね、なんか、アドラークラス生とか行った時とかは特にしんどかったから、うん、でもこれは絶対でスカウトしようと思って、うんうんうん、みんなスカウトしてやった。それもおもろいな。だからまあどのクラスになっても楽しいね。そうそうそう。でもめっちゃ聞きたい話いっぱいあるんですけど、ちょっと、とりあえず一文字目言っていいですか？はーい。はい、行きましょう。一画目をちょっと短めに。あー、そう、そしたらこのぐらいちょっと差ができるので。うんうん。了解。はいはい。やってみまーす。お、今一番いいんじゃないこれ。お、上手ー。やったー。そうそう、
そう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 。オッケー、じゃあ風終了で。この多分動画見てる人も、ストーリーをね、あんまり知らない人もいると思うので、まあ、究極のネタバレは、避けつつ、そう。避けつつ、もうミーシャ、うわ、この話よかったわ、とか、もうちょっとめっちゃ胸に来たわ、ってやつちょっとあったら教えてや。このルートのこことかさ。でも、各ルートの、おうおうおうストーリーの本当に、第一部が、学生編で、起こる事件とかは全く一緒なんだけど、うんうんうん、それに対する、反応だったりとかっていうのが各クラスによって違ったりするのがまず面白いところで。ああ、なるほど、なるほど。なんかクラス別でもちょっとイメージが違って、うんうんうん、赤クラスは、なんだろう、すごいまとまりがあんまりないの、クラス。なんか、おのおのキャラが濃い子がすごい多いから、わちゃわちゃしてる。はいはいはい。で、青が真面目な子が多い。うん、ああ、そうだね。で、黄色が和気あいあいなの。うん、ああ、わかるわかる。楽しいもんね、あそこ。そう、めちゃくちゃ楽しかった。受け持ってびっくりすることはよくある。黄色を最初持った時に、うん、多分イベントごとめちゃくちゃ盛り上げるクラスなんだろうな、みたいな。ああ、なるほどなるほど。文化祭とか体育祭とか全力で楽しむクラスだと思って。赤持った時は、うん、うわ、これ大変だもん、このクラスって思って。先生大変だな。そう、先生これ大変だって。まあ、そのキャラクターの中でちょっと、そのめちゃくちゃ頭いいのに、うん、自分の研究を優先しすぎて、うん、授業来ない日があったりっていうキャラもいれば、はいはい、もう根っからの引きこもりで、うん、もう寮の部屋から出たくありませんみたいな。の子も赤にいるから、うん、なんかその引きこもりの子は、そのゲームの中で散策っていうのがあって、うん、その時大体自室にいるの、その子。扉越しで話すの、その子。やばい、ガチヒッキーだもんな。そう。でもその引きこもりにも結構重たい理由があって、みたいな。うん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 、なんかキャラ一人一人に本当になんだろう、過去絶対あって、それを踏まえてのこの発言とかこの行動っていうのがあって、うん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 、生徒みんなが、本当に可愛いなぁ。うん、そうそう、可愛いなってなって。思う。本当に嫌いなキャラいない？いや、めっちゃいい。いや、わかるわかる。みんなめっちゃ可愛いもんな。めちゃくちゃ可愛いみんな。わかるわかるわかる。いやー、良いですよ。うんうん。ちょっと待って、花行こうかな。はい。これぐらい少しスペースができるかなっていうぐらい、あんまり出しすぎなくても大丈夫って感じ。はい。わかりました。買ってます。うおー、すごい、すごいすごい、めっちゃうまいじゃん、やばっ。すごい、素晴らしい。やったー。いや、いいと思います。一回で終わっちゃった。ちょっともうキャラクターの話をめっちゃ聞きたいんですけど。うんうんうん。ちょっと待って、最推しはシルバンです。シルバンね。まず序盤はもうすごいタラシキャラですよね、あれは。そう、タラシキャラかと思いきや、中盤ですごいシルバンにスポットが当たるところになって、めっちゃシリアスな声になるじゃん。そう。すげえかっこよくなるんだけど、印象が。めちゃくちゃかっこいい。めっちゃかっこいいと思って。お前ずっとそれで喋れや、と思う。まあでもわかる。その、女性に対しての態度やめれば、絶対モテるでしょ。そう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 。普段は仲間思いで、うん、で、なんか学級の頼れる兄気分みたいな感じで、うん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 、振る舞ってるのがすごい私は好きで、うん、そう、でも、なんか自分自身に対しては、なんか自分のことあんま大切にしてなかったりとか、そう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 、そう、なんかもう将来を諦めてるっていうか、ものすごく地位の高い家の子供だから、うんうん、家を継ぐ、そして子供を残すっていうことをずっとプレッシャー、うん、親からすごいプレッシャー、それを感じてて、うん、でもなんかそこの部分でやっぱ、うん、諦めちゃってる部分がやっぱり辛いなーって、やっぱみんな重いもの抱えてるし、うん、ファイアエンブレムのこの風化雪月の世界っていうのは紋章っていう力があって、うん、なんか血によって受け継がれるんだけど、なんか紋章が現れるか現れないかっていうのは遺伝で発生する場合もあれば発生しない場合もある、うん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 、で紋章
至上主義みたいな感じの世界だから、紋章を持っている人が大体まあ地位の高い貴族になったりとか、貴族としてその紋章を受け継いでいくみたいな感じなんだけど、シルバンは紋章を持っていて、でもシルバンのお兄ちゃんが持ってなくて、それきっかけでシルバンの家では、紋章を持っているシルバンは可愛がられて、持っていないお兄ちゃんは全然可愛がられなかったっていう悲しい過去があって、それがきっかけでシルバンはお兄ちゃんに、まあ、いじめとか、まあ、虐待みたいな感じのことをずっとされてたんだけど、でもそれでもシルバンはお兄ちゃんのことを責めたりしないような、そうだよね、そう、なんか紋章を持ってる自分が悪いからみたいな感じで、そう受け止めてしまって、どれだけ辛いことをされても、兄を恨まなかったのが本当になんだろう、シルバンらしさがあって、そこの部分でやっぱうわーってもう胸打たれた。その女好きっていうのもいろいろそういう理由があってなんだけど、なんかな、幸せになってほしいなってめっちゃ思う、シルバンは。わかるわかる、そう、幸せになってほしいよなって思う。そう、みんなさ、過去が基本的に重いからさ、ファイアーエンブレム。そう、めっちゃ重たい。いやーね、なんか全部背負っちゃう性格だから。そうだね、確かに。もう、背負ってるものを下ろしてもいいんだよって伝えたけど、それができるのか、この子には、みたいな。あー、そうだね。一人で生きていけるのか、この、こいつはって。思ってしまって、今までなんか一人で背負ってきて一人で生きてきたと思うけど、なんか頼られる側にずっと立ちすぎて、そうだね、確かに。頼ることをあんまり知らないような感じのキャラだから。そうだね、あの人頼れないね、人に。頼れない。あー、そうだわ。それちょっとすごい今シルバーの確信をついたよ、ミーシャ。そうだ、このゲームさ、その支援会話っていう仲間同士の会話システムがあって、シルバンと、